皆さん、おはようございます。こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はちょっと風邪なんですが、心は元気です。ということで、寝起きの一人語りスタートさせていただきます。いやー、また熱が上がっちゃって、微熱ですけど、はい。まだ続いてますね、風が。はい。それはそうですね、引き始めですもんね、まだね。もうちょっと、長引きそう、これは。微熱のまま長引きそう。はい。辛いなぁ。いやー、今日土曜日ですね。皆さんはどうお過ごしですか。はい、僕はこうやって咳をしながらドラムを叩くという任務を背負っています。絶対リズム崩れる。あー、みんなに迷惑かけちゃうな。けど行かないと一番迷惑かけちゃうんで。ドラムですからね。ドラムなしでどうやって他の9人が演奏するっつんだよって感じですから。はい、もう張ってでも行かなきゃいけないです。はい、まあ張って行ったら間に合わないんですけどね。そうそうそう、張って行ってる用事は間に合わないです。はい、電車に乗りましょう。電車に。はい、あ、寝癖がついてる。あ、こっちか。いやー、もう昨日は途中で YouTube やめちゃいましたからね。はい、今日もね、こういう語り物、なんていうかこう、ハキハキしなきゃいけないもの以外しかやんないと思います。はい。まあニュースぐらいは僕も読みたいんでね、ニュースぐらい読みますけど、はい。まあその前に家事しなきゃいけないんでね、はい。家事はね、家事は基本ですから、生活の。はい。家事終わってないのにニュースとか読んでられない。はい、その前にシャワー浴びなきゃいけないですけどね。はい、やっぱ水飲むとちょっとはいいですね。はい、喉が、けど喉の痛さが昨日よりもひどいんですよ。もうとうとう唾液飲んだ時の違和感が痛みに変わってきましたから。はい、なるべくいい目をしようと思ってるんですけどね、これが限界です。まあね、明日、あ、今日外出したらね、もう明日は外出しないんでね。はい、うん、いや、収録はあるんですよ。収録と面接はあるんですけど、まあそれはあんまりメンバーには言わず、あ、明日も何もないんで大丈夫っすって言ってね。はい、
飲み会ミーティング、飲み会ミーティングで今日いろいろ決めるらしいんですよ。だからもう飲み会じゃないんですよあれ、はい、もう全員参加ぐらいの感じなんで、それも行こうかなと思ってます、はい、大丈夫って言われても、あ明日なんもないんでっつって、まああんまり飲まなきゃ大丈夫でしょう。何でもね、なんとかなるじゃん、気合でっていう、はい、病気は気から、あ、違うか、え、病は気から、はいはい、それですよ、それ、はい、まあ、咳だけはね、ちょっと目立つんでね、どうしようもないですけどね、絶対大丈夫大丈夫って言われるんですよ、もう、分かってますよ、はい、いや、じゃあ、見た目だけですからって、高熱出てるわけじゃないですからって、いちいち言わなきゃいけないですよね。大変、もう。ちょっと関節が痛いんですよね。絶対ドラムに影響あると思います。はい。そんな感じですよ。いや、まあまだこうやってね、季節の変わり目はね、風邪ひきやすいんでね、まあ、僕が言うのもなんですけど、本当風邪にはお気をつけくださいね、はい、ということで今回の寝起きの一人語り以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。